はい、それでは大会の方を始めたいと思いますね。スタートボタンを押して始めてください。 S ランクから、じゃねえや、なんて言ってるかわかんない。ランク別フォーンですね。まあ、第1回ということで勝ち抜き戦で試してみます。ミカマスで出た方はね、おなじみのあの企画となっております。よろしくお願いいたします。はい、時刻変わりました。ジョナサン試合ですので、はい、まずは影響体いきましょう。ちょっと0回戦飛ばしてますが、1回戦になります。 1P 側に、まず、トンジャスティス、ロイソル、アデスケメイ、シャルミリアのチーム、先頭シャルミリア、対する 2P 側はキーシャファウスト、ジュンミリア、テンムスバイケン、チリジンムロボのチーム、先頭チリジンムロボの、ロボミリアですね。まあね、先ほども言いましたが、このゲーセン S ランと A ランが多すぎる。まあね、そら魔境なんて呼ばれますよ。さあ1本目シャルミリア、まずはミリアとロボだが飛んで投げ返して、シミサからガード硬直中、投げ返してジャンプ2杯のバトムーンから、FB ガーデンだ、ごめん。投げて壊し当たって固めて壊し当たって中央に逃げたが、ジャンハイでぶっ飛ばして投げ通して置き攻め行って飛ばなくて投げ返して爆発してコンボ行けなくて中段当てて下段ガード、昇竜使ったが半角取れず、さて体力リードはまずはロボ、おっとお見合いした、お見合いした投げ通してエース2杯、K 杯、ジャンプ2杯、バトムーン落として FB ガーデン、ディレイ起き上がりで中段ガードして投げ通してエース2杯、K、S、ハイスラバーストスカル。先方戦勝ったのはシャルミリア、勝ち抜きです、勝ち抜きです。ワセダじゃありません、勝ち抜きになります。順番は決まっております。これ下からこういく番ですね。 2P 側、テンムスバイケン、さあなぜかかぶせになっている疑惑、よくわからん。ミリアバイケン、ジャンプ2杯からダウンは取れない、サイレントを使っているが投げてるのはミリア、 S ハイ、ジャンプアイスラ届かない。さてどうバーストを使って S たたみ返し、青で戻ってきた、これは 6B になってしまう。6B からバスト、タイルブリードはミリア、バイケンがやりづらそうだ。さあ立ち合いからバーッ、めくりきせんぞ、投げている、これは KKKPK まで。1本目シャルミリア、S、畳み返し、手枝でラインはガンガン上げていくが、中央に逃げる、手枝で戻ってきて、ここは投げ返す、6P、カバリからザクロまで入れて、畳み返しから、ニース、溶山線見えない、いやー、いいヘリしてらっしゃる、これ、ワンチャン、あ、死なねえや、
裏に回って着地し投げていく、取り返すテムスバイケン、最初ラウンド、さてまずはバイケンが低だからライン上げていくが、ロッケバスト、コパンからカバリバックステでかわして、なかなかお互い切り込めないが、畳ガードからお互い様子ミス、バドム飛ぶ、投げを通して 6P カバリ、金 S6P とザクロが出ないか、 K ハイサークラ青バスト中段、プリティメイズから下段ガードしてバッドムが出なくて投げ返されて 6P 代わり金 S6P ザクロ、畳から様子見して足払い下段 K ハイ、畳 6P の2段目が当たらない、さあ残りドット、なんか当たったら死んじゃう、プリティメイズから裏からバークが当たって勝ったのはデームスバイケン。さあ 1P 側、時報ですね、4-on-4 なんで時報になりますね、アゼスケメイ、さてメイ対バイケン、まずはジャンピング対空から、再びジャンピング対空、ジャンハイ畳返し、ジャンハイ9時以降吹っかける、ロッピーテイク PSD つなげていき、さて何で切り込むか、ジャンハイ畳 6P ザクロ裏に回って切りもみ大旋風、さあメイスタンプからバースト使ってタイルグリードアバイケン、さくらガード 3K までつないでダースト下段空投げしてレシーブ中段から、これはザクロ取っていく、きっちりしている、一本目テムスバイケン、カバリ届かず裏、しかしザクロ、ザクロ取ってる、おっとタッチハイテーラに引っ掛けて痛いです、サクラが出なかったか、これは残り1割だか、オーバーヘッドトス、そのままピヨって6回から、おっとアジナ殺し方、取り返すアゼスケメイ、最初ラウンド、コパンから画面端、高圧サークラで吹っ飛ばす、中距離サークラ、メイスタンプが裏になってる、6杯で起こして中距離オーバーヘッド堂々と来た、ここはバースト使って残りジャリー畳返し、ジャンディ畳返し、 6P バースト4だか、それでもザークル出なかったか、ジャンプピックテク、ザークロタイク冴えている、畳当たって 6P 届かず、ボルトきっちり張って体力追いついてきた、割り込んでいく、おい跳ねすぎだろ、どうなってんだそのままダウン位置で殺し切って勝ったのはアゼスケメイ、何 FB スティンガーみたいな動きしたよバイケン。